続いての対戦相手はこの方。堀江ゆいです。わあ、ようこそいらっしゃいました。どうもこんにちは。どうもどうも。堀江さんは確か猫が好きなのよね。そうなんです。猫大好きで、はいはい、道端で会うとよく追っかけます。あら、どんな猫が好きなの？よくこう外にいる。何ですかね、野良猫の強そうなやつが大好きです。なんかこう甘えてくるような。あ、もうそんなの、え、厳しい。甘えてくんないですよ、意外と厳しいですわ。もうほんと強そうな悪そうな猫が大好き、悪そうなやつが、はい。ちなみに猫として私なんかどうかしら。あ、ほら強そうですわ。感電してビビビってなってますわ。関連さん、この若干ベタついてるところがちょっとなぁと思うんですけど。いやいやいや、これ関連してるからしょうがないんですよ。本当なんか、あと臓物もね、ちょっと出てますけど、ほら、臓物が飛び出ても死んでないみたいな強さがありますよね。あー、なるほど。そう、そうですか。いや、でもこのゴワゴワさ加減はちょっとなぁ。これ、なんか、どうか、堀江さんの手でサラサラにして、こうシャンプーとかね。3、4回洗っていいですか、これ、洗濯機で。じゃあ、連れて帰って、ください。どうしようかな。うち山こういうの持って帰るとお母さんに怒られるから。うわぁ、悪いことやられました。ごめんね。はい。あ、ところで、水木さんは、猫派ですか犬派ですか。あ、私、水木奈々の話ですか。そうそう、水木奈々さんの話です。水木はですね、まあ、両方とも可愛いと思うんですが、犬派ですね。意外。うちにチワワがおりまして。あー、かわいい。超かわいいんですよ。もうたまんなくてね、もうワシャワシャしちゃって。もうじゃあもう完全に犬派。もう、うんうん、もうどうしようもない、うんうん、こうなんかちょっとバカっぽい感じが、あー、もうたまんない。もうお前はほんまバカやなーみたいなところが、ね、まあそんなのいいんですわ。水木さん、じゃあ猫はあんま興味がないってことでいいですか。そんなことないんですわ。猫は可愛いと思うんです。思ってくれてると思うんですよね、うん、まあいいんです、いいです。本当、先進みましょう。無理しないでね、はい。じゃあモデレーターからのハイセンスな質問を紹介しますわ。はい、うん、堀江さんが今まで勘違いしていたことを教えてください。あー、勘違い。あ、でも私うん、こういう何ですかね、こう番組とか企画とかで、うんうん、例えば、なんか商品が当たりますとか、うんうん、こう商品券が当たりますとかって、うん、本当はもらえないんだろうって思ってたんですけど、うん、案外もらえるってことが。案外って、ガラスじゃないですか、それ。そんなことないですよ。そうそう、結構ガチなんだってことが分かったので、そうです。今回も、うん、この企画でね、うん、なんかもらえるらしいんで、うん、かなり今期待しているところです。だってさっき、なんかもらえるものによっては頑張り度が変わってくるって変わるでしょう。言ってましたよ。これ変わるでしょう。変わりますよ、そりゃ。元気な人なんでしょう。だってこれ何もらえるんですかね。それは秘密ですわ。すっごいいいものだと思いますよ。本当ですか。例えば何かな。何でも買える魔法のチケットがあるって聞いたことがあるんですけど。何ですか、それ。恐ろしいですわ。それだったらいいな。まあ、それかどうかはわからないですが、うん、ちょっと頑張ってみてください。はい。今後の頑張りと全然違うと思うんでね。よろしくお願いします。きっとそうだと思います。じゃあ、そろそろ特の方に参ります。はい。今回は、シュベアと対決。こちら、剣を的に2本ずつ投げ合って得点が高い方が勝ちです、うんうん、世間ではこれをダーツって呼んでいますわ。おお、これはあれですか、うん、関連さん、この手で投げるつもりですかね。まあ、なんとかなりますよ。いろんなところからちょっと飛んでくる可能性ありますけど。なるほどなるほど。念で飛ばしたりとかします、ね、ああ、じゃあちょっと、はい、ここのガチの対決と思ってていいですかね。まあまあまあ、ちょっとまあそれはね、いろいろな事情がありますので。はい。わかりました。はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、先行は堀江さん、よろしくね。うん、はーい。よーし。車本当に当たるんですか。私、当たるかもよ。絶対、負けない。
心は動かさない。おー、まずまずですね、うんうん、すごいですわ、うん、車車、絶対車以外の商品受け取らないからな。これは私にもチャンスが回ってきたということですね。これどうやって投げるんだろう。では参ります。うん、シュー、あ、あれあれ、いきますわ、シュー、あ、戦いなのでは、うん、これどういう風に決まるんですか、勝敗。はい、今獲得点数発表します。堀江さん12点、わー、そして関電山猫は17点になります。とても僅差でした。2人とも2本目で外してしまうなんて。はい、ということでシュベアと対決は関電山猫の勝ち。残念でした、堀江さん。多分対決に負けてこんなにへこむのは私だけだと思います。それだけ本気でやってくださったんですね。そうだよ、肘動かさないように投げたんだよ。ちゃんとウルトラマン投法と呼ばれるやつですね。そうなの、詳しい関電さん。関電山猫は深夜のスポーツニュースで見ました。あれは負けたな。熱い戦いをありがとうございました。ありがとうございました。